ロービス録はいありがとうございます。 もう最後なんですよ。あっという間ですよね。本当に。地方の会議だと本当にあっという間なんだけれども、だいたい濃い会議になるっていうのが前例ですけど、最後はこの難しいテーマ消されちゃいましたけれども、<laughs> 世界歴史から学ぶっていうことで、このメンバーで世界歴史って言われてもですね、これは古典のためにあるのかなっていう感じもしないでもないのですが、さっきちょっとお話してて、やっぱ共通項は人かななんて思っているんですよね。えー、厚労大臣をやられて、まさに 働く人たちディスキリング子育てそしてまあ、湯崎さんの広島というのも私は人作り上手だなと思っているのでその話そしてそもそも歴史古典って人の営みですから、まあ、こういった観点で最初人にフォーカスしながらお話を進めていければと思っておりますさあそれでは早速なんですけれどもまずは加藤先生からまあ、人というテーマでこれまでやられてきたことして未来観 この辺を伺いたいなとい。はい。あの、衆議院議員やっております、加藤でございます。えー、この間まで厚労大臣3回目やっておりましてですね、えー、厚労大臣っては厚生と労働ということなんで、今日はちょっと労働中心にお話をさせていただきたい。私がずっと、あの、特に3回目やってて、コロナ、まあ今、えー、平時に戻そうということで皆さんご努力いただいてるんですが、まあ、根本にあるのはもう人手構造的人手不足時代に入ったとっいうことだと思います。10年前は、 いかに失業化をどうするか雇用を守るかっていう時代だったんですけれどもコロナ禍において瞬間的には人が余った業,者が業種がありましたけれどもしかしずっと大体見るとずっと人手不足になってきているでこれ先行きもちろん今のチャット d p t とかあの辺がどういう労働に影響を与えるかっていうのはこれからではありますけれどもしかし見る限りこれは続くそしてその中で何を考えるのかでかつ申し上げているのは 日本のよく人口構造少子化とかいろいろあるんですけれども2000年と2020年と2040年この20年間隔で見たときにこれまでの20年っていうのは高齢者いわゆる65歳以上の人が千数百万増えましたで15歳から65歳の人が1100万減りましただからどっちかというと構造的に高齢者が増えた時代ところがこれから先行き見ると高齢者ってあんまり増えないんですね 特に75歳以上は若干増えるけれども、65から75全然増えない。しかし、15歳から65歳が1500万ぐらい減るんですよね。だからまさに構造的な人手不足時代に入ってきている。で、残念ながらちょっと私どもの厚労省が毎年今の雇用情勢どうですかって話をすると、失業時代から物を言うから改善してるんですね。そう当然ですね、人手不足は。 しかし、企業されている皆さんから言えば、それは改善なのかっていうと、人が取れない状況になってきている。この辺も少し物事の見方、まあ、両方から見て考える必要があるんじゃないか。で、どこまで喋っていいかわかりませんが、そうするとそれにどう応えてくるかっていうと、大きく言うと2つしかない。1つは労働力をどう増やすのか。それから、今ある人たちをどう効率的に、まあ、動いてもらうのか。 全社について言えば、中長期的に見れば、いわゆる少子化対策があります。しかし、これは少し時間がかかる軸。そして、もう一つやってきたのが、女性活躍、高齢者の活躍、あるいは障害者雇用をす。これはかなり実績出てきてきている。で、特に高齢者って世界と比べるとかなり日本の高齢者は働いてきているという状況になってきています。そして、今もう一つあるのは外国人の雇用でありますけれども。しかし人、今日本で、 就業している人って6,700万人いますけれども海外から来ている人って180万人なんですねですから3%なんでこれをその増やす増やさないといっても今の不足感を補うということから見ればこれでやれるとは私は思ってなくてそうすると今当面やんなきゃいけないのはさっき申し上げたいかにこの効率的にものを釣るのか言い方を変えると労働生産性をどう上げるのか。 でこの労働生産性って単純に言うと二つありますよね。上の付加価値を上げるのかっていうのと、下のいかに、これ大体マンパワーで測りますけど、少ないマンパワーで上げる。要するに効率性を上げるのと、規模を増やすのと、まあ、この二つあると思いますけれども、これにチャレンジしていかなきゃいけない。まあそういうことでまた後で申し上げますが、まあ一人の投資とを政権としては進めているんですが、ただ、私はぜひ、あの、効率もいいんだけども、 大きくすることやっぱり私たち考えていく必要があるんではないかな。そしてそのためには、今までのレジームというか固定観念と、そこをどう変えていけるかっていうのは大変大きな課題。で、実は私の選挙区、4年前、これ、これを確か岡山でやっていただいたんですが、ほとんど中山間地域なんですね。まあ今日知事もおいでなんですけれども、で、そこで何が起きてるかっていうと、 要するに、より中山間地域、より厳しい状況に行けば行くほど、やっぱりいろんなことに前向き感が出てるんじゃないかと私は感じる。要するにもうせざるを得なくなってきた。で最初はやっぱり今まで通り、我々もそうな今まで通りできればやりたいですよね。そういうのが楽だし、馴染むから。でもそれだともうこれ以上いけないよ。そこに若い人たちが入ってきて、そして何かこう、ものを変えてくれる。まあ、かつてあの、 フロンティアスプリットみたいなのがあったと思いますけれどもなんかそういうところに新しい目が出てきてそしてその時にやっぱりそこにある文化とか社会とかそういったことをベースに新しいものが生まれそこに価値が生まれそして先ほど申し上げたそれが分子を大きくしていくこういう流れって私はあってもいいんじゃないかな と思って、今日は深井さんとお話をするのを大変楽しみに来たということで、えー、イントロをさせていただきました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。あの、こうなっ深井さんに、今日は深井さんに全部切ってもらうっていうことを考えているんですけど、一応順番として、もう一度、今度はあの矢崎さんにも知事にも、この人づくりどうしてこられたのかっていうのを、まずお話を伺いたいと思います。はい。あの、僕も切られるために、まずネタを提供させていただきたいと思うんですけども。<laughs> あの、まあ、人づくりですね。これ、まあ、広島県の人づくりを語ると多分2時間ぐらいかかるんですが、まあ、その2分バージョンとかで言うと、まあ、私14年前に、あの、知事に就任をして、その時からですね、え、仕事づくり、暮らしづくり、地域づくり、そしてそれを全て支える人づくりっていうので、この4つのこのづくりをですね、循環させるということをやってきてるんですけども、で、人づくり、これを、 基本はですね、今、教育大綱なんか入れてますが、えーまあ、新しい価値を、まあ、人と共同して生むことができるっていう、これですね。でこれはまあ社会の目から見たときの,の人づくりで、今、これは教育大綱を作ってますが、まあ、教育はあの本当は、ね、あの個人の側面もあるので、まあ、それをちょっと一応置いといて、まあ、社会の側面から言うとまあそういうことなんですが、それをまあコヒアラントにね、 いかかにやるかコーヒアーランドってどういう意味かっていうとあの例えばあのアントレプレナー教育ってやってるじゃないですかでそのそれ何やるかって言ったらそのビジネスプランを作りますとかでコンテストがやるまあこれ否定しないんですけどもでもそもそもリスクを取れるでただリスクを取るだけだとギャンブルで それじゃあやっぱりダメなわけで、ちゃんといろんな評価をしてあの、で、リスクを取ることができるっていうことができなきゃいけないんですけども、それはまあまさにクリティカルシンキングだとか、あるいはその頑張る力だとか、まあそういったようなことですよね。で、そういうコンピテンシーが必要なんですが、それを、えー、生まれた時からやります。ないしは生まれる前からやります。っていうのを今広島県でやっていて、生まれる前、それから生まれた直後、まあ乳幼児教育ですね。で、 小中高。で、これは学びの変革っていうのを教育委員会の方でやってもらってるんですけども、社会人になると、大学生社会人になると、もうかなり出来上がってるんで、そこから始めるの難しいんで、よりちょっとスキル的な方にえまあシフトしていて、こうう守備一貫して、今申し上げたような人と共同しながら新たな価値を生むことができるということをですね、こうずっとやってるというところです。 ありがとうございますありがとうございますすごい短くまとめていただいてちょっとびっくりしてしまったんですけどでもあのやっぱり長く知事やってらっしゃるからこそできることだなってすごく思うんですよ。だって教育時間かかるんですけど今その成果が私なんか見てると出てきてるなってすごく感じていてとうとう乳幼児まで行っちゃうっていうのは大変驚いてるところでありますけれどもさあ深井さん おお人のお話を伺ってどううでしょうか歴史的観点からも含めて入れていただいてもいいし <laughs> 入れなくてもいいけど多分入れてくれると信じて僕が切るなんてことはあれなんですけどえー、っ,と一旦ちょっと違ううう話してももいいですか <laughs> どうぞもうどうぞ <laughs> その地方の可能性の話が何度も出てきて。 いて、えーっと、僕もその歴史を勉強する中でですねあの今のこの時代のこの瞬間っていうのが地方がすごくこう新しい価値を生み出す瞬間っていうのとその時代的に重なってるなという感覚があるんですね。 えっと世界史上で同じ,同じようなところってとこまではいかないんですけど似たようなところでいくと,、えーっとですね、例えばそのローマ帝国ってあるじゃないですかもう誰でも知ってる大帝国なんですけどもローマ帝国っても、えー、ともと中心はギリシャの方にあってでローマってそのギリシャから見るとものすごい終焉地域なわけですよねまさにあの日本で言ったら中四国みたいな立ち位置にあると思うんですよ。だけど、えー、っと歴史の 中で最も栄えたたののはローマの方でで、えー、だったわけですよねでもう一つ例を紹介するとオスマントルコ帝国っていうあのイスラーム系ですごいでっかい帝国があるんですけどもあれもですねあのイスラームってもともとはアラビア人の、えー、宗教ですよね、えー、でオスマントルコってトルコ人なんですけどめちゃくちゃ終焉の人なんですよね終焉っていうのはそのもう端っこの人っていう意味ですよね。つまりその中枢みたいな 文化の中心であり、グローバルスタンダードを作っている中枢みたいなものが、グローバル、グローバルスタンダードを作り続けるっていう時代から、移り変わる時っていうのがあって、移り変わった時に、新しい、まあ、スタンダードないしは、新しい価値を生むっていうのは、常に終焉であるっていうのが、歴史から見てると結構わかるところがあって、その終焉にも何個か条件がありまして、えっ、ー、と、全く関係ないところから、オスマントルコは生まれないんですよ。あの、 イスラームのことはなんとなく知ってると漏れ伝えてるし布教もされてるから分かってんだけど100%インストールできなかった人たちこの人たちが逆に自分たちのもともと使って持ってたオリジナリティとその中央から来た文化っていうのを掛け算してその掛け算の結果新しい文化が生まれその文化がその中央の文化が終焉するときに 上ってくるライジングしてくるっていうこういう構図みたいなのは歴史上結構繰り返せるなというふうに思っていて今ちょうどその東京一極集中みたいなのがちょっとこう陰りを見せ始めていて、まあ、移住が流行ったりだとかいろいろあるじゃないですか。でその中で そのまあ、福岡僕福岡に住んでるんですけどで出身が出雲市なんですが福岡もそうですし、まあ、出雲市もそれに入るかなと思ってるんですけどもちろん松江も先ほどあの市長がおっしゃってたように今新しい取り組みされてるってことなのであのそういうその中央の文化が一応流れては来てる完全に無縁ではないんだけれども、えー、と自分たちの 強みみたいなのをもともと持ってたのが今までは生きなかったんだけど掛け算することによって生きるっていう時代に今僕は突入してる感覚がありましてこういう時代にすごい重要だなと思ってるのはただ真似するっていうことじゃなくてかこうただ欧米の真似するそれをコピーしようとするっていうのじゃなくてそれをめちゃくちゃ勉強してんだけどそのようにはやらないっていう時にめっちゃ価値が出るんですよ。 これが次の時代というかこれから僕たち地方がやるべきことなんだろうなというふうに今理解しているちょっと抽象的な話ですいやいやありがとうございます、はい、今のお話湯崎さんどうですかまさに湯崎さんとお話しているとよくすごく広島いいことしているのに東京に届いてないねとかいう話あるんだけど逆に今の深井さんの話聞いてるとちょっとだけ届いてるぐらいがいい感じなんじゃないって。<laughs> <laughs> あのまあ、今のお話はですね多分そのまさにあのイノベーション理論的なことなのかなと思うんですけどもあの、まあ、例えば弱いつながりだとか、まあ、そういうことだし、えー、あと、まあ、なんちょっと言葉忘れちゃいましたけどその、まあ、日本って昔からその、えー、日本ってもともと終焉なんですよね。 あの中国中心で終焉で,でそのいろんなものをこう取り入れてそれをこう本当は矛盾するもの例えば神仏みたいなのって本当は矛盾してるんだけどそれを集合しちゃうみたいなあるいは和洋コンサイトがいますけどその矛盾してるものをこうあの なんんていうんですかね矛盾したを内包したまま新しいものを作っていくっていうのはすごい得意なあの実は国でそれが日本のコアだと思うんですけども、まあ、それをですねあの、まあ、地方で今度は実現しなきゃいけないということだと思うんですけど今ただ今ちょっと僕正直あのあの感じたのはその今の日本はあまりにも東京を集中しすぎていてその終焉もですね 東京のよううに塗り固められつつあるっていうことだと思うんですよ。で、それを今逆に言うと意識的に解きほぐしてそれをあの変えるあのつまり自然にローマは自然に起きたかもしれないんですが、まあ、今日本が必要なことはそれを意識してその作っていくっていうことをやっていかないとこのままこう同じ色で色塗られたままつまりローマのまま。 ないしあ,のあ,るあるいはギリシャのままそのままこうずっと沈んでいっちゃいかないなっていう感じがちょっとしますねそのチャレンジに少し回答したい感じですか えっと、回答そうですね今のお話は僕もすごい、えー、っと賛成でして、まあ、その塗り固められないように自分たちの,そのオリジナリティともともとの中央の文化っていうのを掛け算して出していくっていうことがすごい重要だなと思ってるんですねでもう少し具体的に言うと例えばその市場経済みたいなもの自体が僕出雲出身なんで言いますけど出雲そんな浸透してないと思ってるんですよ。 そもそも明治維新から150年経って別に市場経済そんな浸透してる土地だと思ってなくて、めちゃくちゃ市場競争が激しいわけでもないし、その雇用みたいな、えっと、市場経済って一番重要なのって、そこで人材雇用ができるかどうかなんですけど、それがめちゃくちゃみんなが転職してやってるかってそんなことないわけですよね。そんなに市場経済みたいなのが浸透してないみたいなところが、今までは弱みだったんだけど、 これからはそれが強みに転嫁する可能性が逆にですねちょっとすごい抽象的な話なんですけど可能性があるっていう意味で、まあ、今の話を言っていてなるほどそうするとちょっと加藤先生にこれに再びチャレンジしてもらいたくなってくるんだけど生産量を大きくしていくどっちかというと市場経済の世界の話をされたような気がするんですけどこの地域には市場経済がなあまりなく。 そうじゃない形の成長があるんじゃないかっていうお話が出てきたんですけど、先生の耳から聞くとどんな感じその前にその東京一極集長の話があって、その、 日本全体の中でどうバランスするかもあるけれども世界で見るとやっぱり強いそのコアを持つっていうのはすごい大事でそういった意味でやっぱり例えばアジアの中でですねずっと東京が地位ダウンをしてきたそれを今どう上げていくかという意味では東京を上げるっていうのは私はすごく大事でこれはと特に国際的な意味において大事だと。でローカル地域だって別に国際的視点が いらないとは言わないけれども、それとは違うディメンションがあってもいいし、それから今の時代、まあ、業副業じゃないけど、あるいは、二箇所、居住みたいな時代もなってきてるんで、そこを、まあ、うまくバランスってちょっと政治的な、どっちでも立つような言い方になってはしまうんだけど、それをチャレンジしても、チャレンジできる部分があるのかな。それからもう一つさっき言われた、地方は確かに、なんていうか、経済だけで全部押し上がってるわけじゃなくて、 やっぱり人間関係ととかかか社会共同体非非常常にに強いしかしそれはある意味で非常に大事な部分だと思うんですよだからそういったものを大事にしながらある意味では東京で失われていくものをそっちへ行けば失われていくものをこっちで発信をしてここにはあるやっぱりそういったことを作ることがさっき申し上げた全体としての付加価値を上げていきそして東京に来たい人は来るけれどもそれぞれの地域の中に「つもこんなに素晴らしいよ」とかそれから「 歴史的に見るとです、ね、我々今日はあの岡山で吉備の国って出雲と吉備の国は古代フォークでは対立したこともあるわけだけれどもまあそういう時代的な背景を踏まえながらですね、えー、それぞれの地域歴史社会に基づいた何か発信をしていけるこれをぜひ作ってくれるのは誰なのかと見た時に じゃあ今いる人たちだけで作れるかっていうとそれはなかなかか難しいそこに若い人たちが入ってきて私が言いたかったのは外の人が入ってきた時にやっぱりそういう廊下のところってなかなか受け入れ難いところあるけれどもしかしだんだんそうは言わなくなってきて地域の外の人でもこの地域考えてくれる人ならウェルカムだよ。 っていうところになってきて、ところから面白い動きが出てくるんじゃないのかなっていうことを、先ほど申し上げたかったんですけどね。なるほど、ありがとうございます。外の人が入ってきて、まあ変わっていく。湯崎さん、どうですか？実際そうやっていろんな人入ってきてもらいたい。そしてまあ、東京は国際的に考えれば、まあ、東京らしさを持つことが辺境の中でのアイデンティティなんだけど、その中でまた地方は地方で考えなきゃいけないという話の中で、こう概念としてはわかるけれど、実際に動かしてみて。 動かしにくさとか、あのいや今、大臣おっしゃった通りで、まあ、あ大臣とお呼びしていいのか分かりませんけども、霞が石的にはずっと大臣って呼 <laughs> <の>うだんですが、本当はルールなんで、んで私もすごい悩んでたんです、ええええ、そうなんですよねあのなんですけど、もう本当に外の人をやっぱり受け入れて、で地域を作っていく、でこれはまたあと新しいイノベーション。 んんでででいいくとうことでもあるんですよねその地域のやっぱり持ってるあの価値だとか強みだとかでそれを気づいてないこともあるしそれを外の人が気づくこともあるしあるいは外の人がまた新しい価値を持ってきてそれが、まあ、いわゆるアウフエーベンをしてですね、まあ、新しいものを生んでいくってこれはもうある意味で言うとこう理論通りのことだと思いますだからそれを、まあ、先ほど意識してそれをやらなきゃいけないって言ったのはまさにそれが起きるようなことを あの意識してやっていかなければいけないし我々は東京も実は頑張ってほしいんですよねで東京の国際競争力でどんどん落ちているで落ちている理由は何かって言ったらウェルビーイングのところなんですよであの東京がもっと良くなるっていうのとそれからもっと人が集中するっていうのは矛盾することじゃないっていうか東京の集中を緩和するっていうか矛盾しないことで むしろ集中を勘案することによって東京の地位はもっと上がっていくしあのもっともっとだから逆にその今度あの、えー、この運用特区みたいなのをこうやるっていう話もありますけどそういうふうに、えー、う新しいスキルを持って ってきた人を東京にまた連れてくるとかっていうことも含めてあのやることは大事じゃないかなというふうに思いますね。確かにバランスの取れたお答えをしていただいたはい。あのただ,ただちょっともう一個言っていいですか <laughs> あ私ももう一個聞きたいことがあってそういう意味でああその交流のところで湯崎さんがすごい上手にやってたなと思うのはあの島に高校を作ってそこに高校生たちを外から入れてきてなんかそこで 地元の人たちの意識も変えていってる感じがあってあの辺の話とかも一つのヒントとしてお話しいた,だいたらいいなその前にちょっと一つだけいいですかその今のそのただすごく我々がジレンマを感じているのはあの、まあ、まさにこの一極集中っていった時にその霞ヶ関の一極集中っていうのもあって権力権限のねで、えー、我々も本当に細かいことの箸の上げ下ろしまで全部霞ヶ関で決められちゃってるんですよ。 でやっぱりそれをもっと解きほぐしていくっていうこともですねあのすごく大事なことでやりにくいっていうところは実はそういうところがあってあのぜひそこはまたあの大臣にもお力をいただきたいなと思ってるんですが、まあ、この大崎上島の話はあの、えー、この大崎上島っていう離島なんですけども、えー、中高一貫校を5年前に作りましてで、えー、中学校から40人。 で高校から20人プラスするんですがこれはあの外国のバックグラウンドを持った人たちで今アフリカとかメキシコとか、まあ、アメリカとかあのいろんな国にき来てるんですけどもまず小さな世界をやってんであのバカロレを取れるで一方でその小さな島のコミュニティなんで島のコミュニティといかにこうこう に組み込んでいくかっていうのもやって、島親みたいなことになってもらってですね。で、地域のあの課題を、この高校生たちがまあ解決していくみたいな。それを自分たち、先生がなんか考えるっていうよりも、自分たちも考えるみたいな。まあ、そのための教育っていうのをやって、それが先ほどの守備一貫した教育、学びの変革っていうのを、これ、体現してるものなんですけども。まあ、そうすると、本当にね、あの、高校生と思えない、あの、力をね、 しててくれてますよねまさに先生方は教えるんじゃなくて学ぶのを手伝うっていうことに徹底していてだからすごい先生じれみな先生教えたいんですよね教えたいのを我慢して教えないで学ぶのを助けるっていうまあこういう教育をね そうですね。まあ、その結果としてそういうことが起きてるというと、はい。私も一緒に、あの、訪問させていただいて、島の皆さんと高校生とお話をして、知事も一緒にいるのに、高校生や島の人に、ここの島の課題は何ですかって言ったら、いろいろありますけど、知事に頼むんじゃなくて、自分たちで解決できるんでって、高校生たちも言ってしまうっていう、なんか、なので、加藤大臣がおっしゃったように、こう、若い人を呼び込むっていうと、私たちついこう、20代とか考えがちなんだけれども、そういう高校生たちっていうのが、こう、東京とかから 来ててくれて街を変えていく力というのは目の当たりにしたんですがあの今ちょっと湯崎さんからあった大臣何とかしてくださいよっていうその中央が橋,橋の上げ下ろしまで見るみたいな話これデジタル化の中でデジタルの基盤はみんな一緒にしようっていう話はしつつあと自由化していいよみたいないろいろお考えだとは思うんですけどこれの改善策って お考えいただ、いいているんんだと思ううののででどんなものでしょかデジタルの関係でえばおっしゃるようにプラットフォームを一つにした方が今までそれぞれ各市町村ごとを別々にやり制度を変える新たな支給制度を作るたんびに各市町村で全部回収する。 これは非常に無駄なことだし、マンパワー的にも今言ったら、無駄なことなんですんでで、今、プラットフォームで1か所でやれば全部変わっていくっていう、まあ、時代になってきてる、まあ、これはそういったことを含めて、共有化できるものは共有化していく、その中で、それぞれの地域でお願いできるもの例えば今回のコロナでもです、ねコロナのコ、コロナに対する、あるいは物価高騰に対する交付金で、かなりもう都道府県市町村にお渡しをして、やっぱり地域地域で起きていることが違うから、 それに応じてお願いするとか、そういった体制は打ってきているということと、それからウェルビーングの話でね、さっき人手不足の話をしましたけど、日本はさらに言えば賃金が低い、長時間労働、この3つの課題、場合によっては人手不足と長時間労働って矛盾しますよね、ある意味では。要するに人が足らないから長時間労働いっちゃうっていう。そして賃金の問題。これやっぱ解決していく中で、最終的にはウェルビーングにつながっていくで。そのキーワードがさっき申し上げた、 いいいかかに生産性を上げていくのかというとうころやっぱりそしてそれを進めるためにやや大胆に言えばですねやっぱり既存の中でやろうとしてもかなり厳しいんじゃないかなっていうのは正直私は感じていてそうするとじゃあ誰がぶち壊すのかどこから生まれてくるのかやっぱり日本って大企業がずっと大企業じゃないですか。 まあよく言われるユニコーンの話があるけれども、はい、やっぱり今,今若い人たち見てるとどんどんチャレンジしていって新しい事業をしたりいろんな活動をしていくやっぱそういったところからやっぱり芽が出てくるんじゃないのかなということを強く期待したいなと思っています。うん、でそれは私も期待してるんですけど大臣なんんかかどうしたらいいんですか <laughs> まあだからなぜうまくいかないのかそしてどこに課題があるのか。 やっぱり例えば本当に一つ一つある意味では我々が行政政治から見ると決して大きくない話かもしれないけれどもしかしやってる人しから見るともうここにトゲが刺さっちゃって動けないさっき伊作さんが言ったところもそういうのあるのかもしれませんけど、うん、やっぱりそういうの一つ一つ抜いていって、うん、ある意味では 当たり前じゃななないいここんなこと、うん、なんでできないの、うん、それをもう一個一個やっぱり変えていくっていう努力を積み上げていきそしてそれが変わっていくっていうことになると今度皆さんからも「 あれだこれだこれだっていう話が出てきてそして我々がそれにどう答えていくのかやっぱりそういう回転を作っていくっていうことがすごく大事じゃないかなと思いますねなるほどありがとうございますまあ変わってないとは言い,いつつ実はこの G1 の場でこういう対話が続くことで少しずつ変わってきていることは実感しているんですけどさらにもっとこう世代を超えて先生方との対話が必要だなって改めて思うんですけどさあ深井さん まあ私はなかなか変わらないって言ってるんですけど歴史的に見てもしくは山陰の歴史からでもいいんですけどどうやったら変わると思います若い人に期待があるって大臣もおっしゃってますけどえっとそうですね僕は全然変わるかなというふうに思っててその10年スパンとかでいきなりめちゃくちゃ変わるかって言ったら結構時間がかかると思ってるんですけどその本当に今じあの今時代の時代自体がすごい激動の時代で。 非常に変わりやすい時代だなと思ってるので変わると思ってるんですけどどういう人たちがプレイヤーになるかでいくとやっぱり僕は株式会社だと思ってるんですね。<う>で株式会社えっ、ー、とですねあのこれもちょっとまた歴史の話絡めるちょっと長くなっちゃうんではやはあのパッとしゃべりますけど、えー、と歴史を見てると,、えー、とある主体者が何かのサービスをそのマス向けに提供してたのができなくなっていって。 その結果主体者が変わるっていう現象がたくさん起こってるんですね。ちょっと意味わかんないと思うんですけど具体的に言うと例えば、えー、と中世のキリスト教会みたいなのがその中世では、えー、全体を収、まあ、めてるまでいかないんですけど統括してるみたいな現状態の時に、えー、とその精子観では死んだらどうなるかっていう安心感みたいなとかっていうのはキリスト教会が与えてたわけですよね。それがペストが流行したりとか十字軍が失敗とかして その安心感を与えられなくなっていくわけです。そうすると、新しいプレイヤーが台頭してきて、その人たちが代わりにその安心感を与えるみたいなことが起こったりする。この新しいプレイヤーは誰だったかっていうと、例えばイングランド王、ヘンリー8世とか。こ,のこれが、その、キリスト教会から外れて、えっ、ー、と、イギリス国教会とかを作って、えっ、ー、と、でもキリスト教会はなくなってないじゃないですか。なくなってないんだけど、今までキリスト教会がやってた仕事を取るっていう形で、 新しいい勢力が出てくるっていう現象は、まあ、何度も起こってるんですね。このイングランド王とかが出てきた後に、まに、あ、そのフランス王は亡くなっ、まあ最後死んじゃうんだけど、まあ、王様の時代が来るわけですよね。この王様の時代が来た後に今度は王様が、えー、全く同じように提供できない側になっちゃって代わりに提供し始めたのが誰だったかって言ったら国民国家つまり今,今の僕たちの国ですよね。 今起こっている現象っていうのは僕から見るとですね国民国家が今まで提供してたサービスであるとか今まで提供して当たり前だと思われてたことがままならなくなってきているそれを補うプレイヤーとして株式会社が今対等し始めてきているいなぜ株式会社それやっぱり一番優秀な人材をたくさん抱えているのが株式会社だからだと思いますそのもちろんねあのねあの各分野に優秀な人たくさんいらっしゃいますけど シンプルに数が多いですよね株式会社って、うん、採用してる人数も多いですよねで世の中に今あらゆる問題と課題が起こってるわけじゃないですか、うん、でこのあらゆる問題と課題を政治だけで解決するって難しいわけですよね、うん、オンラインなのでその政治だけで立ち行かなくなってきたので民間の人たちが台頭してきて自分たちも参与しなきゃっていうふうな気持ちになってきてるのが、まあ、今だからソーシャルベンチャーの台頭とかは、まあ、こういう文脈の中で僕は説明ができるというふうに 思ってるんですねなんで、えー、とこれでもっと言うと株式会社はソーシャルベンチャーとかに直接適用できないんですよね例えばシリコンバレーのスタートアップ文化っていうのは、えー、と最近もうソーシャルになってきてると思うんだけどもともと30年ぐらい前に没興した、えー、シリコンバレーのスタートアップ文化っていうのはそのソーーシャャルベンチにに別に向いてるわけじゃないんで,すよ、ねなんでえー、とそれがもう少し多分形を変えないといけないだろうと思っていて。 なので、株式会社とまた違ったリスク分散とメリット共与の新しいシステムの箱みたいなものが作られる必要があるだろうなとも思うし、なるほどここに、えっ、ー、と、そういう、えー、と国が今までやってきたんだけど、国だけでは難しくなったものに、我々民間みたいな人たちが、国、国がなくなるわけないんで、国と協力をし合いながら新しいソリューションを提供するっていう時代に、この後突入すると思ってるんですね。で、その過渡期なんで、 その次のバージョンっていうのが見えなさすぎて不安になると思うんだけれども実際にあらゆる現象として今のやつは起こってると思ってるんですよ。なるほど予言者のようになんかそれにすがりたくなるけれども <laughs> でも実際に社会を見ると b ーコープだとかゼブラカンパニーだとかそしてあのインパクトでしっかりとお金を流していきましょうとかそういうものが出てきてこの辺は大臣も随分厚労省でもご研究されてた記憶がありますけどインパクトを使って。 そうですね。だから今言われた、要するに国民国家って基本は税じゃないですか。財源を確保し、そしてそれを行政サービスで提供する。でそれが彼しもうまく回っていかなくなってきた。そこを補う形で、まあ、NGO とかいろんなものが展開されて、しかしやっぱり、 どっかでで財源がななければできないそれをクラウドファンド含めてそうした市中から集めてそしてそれで活動してもらう多分そういう文脈で話をされたのかなだからそこはやっぱり補ってもらわないとかなり行政もですねかなりこうスリム化をしてある意味ではしすぎたかもしれない、うん、そういったところを今そうした方々が補ってきてもらってそこは今はコラボレーションしながら進めていくそうするともう一個先にはもうちょっと違う形態が。 あるのかもしれないなっていうまあいろんな今そのトライアル行われていて中には先にやってみてうまくいったら後から行政からお金出しますよみたいなですね、うん、やり方をしたりとか、はい、やっぱりそのかまさにそういった動きこれはやっていかないと多分回らなくなってきてるなというふうには全くその通りだと思いますね、うん、そうですねソーシャルインパクトファイナンスはどちらかというとそういう流れですもんねあっという間に全体討議ってことになったんでこれから株式会社が 未来を作っていくってことこなんで皆さん、ぜひアイデアとか提言とかいただいていきたいと思いますけど最後に少しだけいただいてお一人ずつから提言はいただこうと思ってますけどアスカイランドキロシアですあの株式会社が、まあ、今、優秀な人が集まるというのはそういう共感していて今、このスタートアップシーンでこう1社で50億円とか100億円式場でできるようになっていると思うんですねで深井さんに聞きたいんですけどそのこれってその若い学生層とかってそういうのまだまだ具体的に認識できてないと思うんですけどどうやったらもっとそれを伝えられるかっていうロシしア,アイデアがあれば。 ご視聴いただきたい,とい。どなたに。深井さんでお願いします。深井さんにはい、そして。あ、よろしいですか。はい、あのー、ちょっ、まあ、これ深井さんなのかな。あの、で,でも、もしよければ、どなたでもなんですけども。やっぱ、その辺境で生まれたイノベーションっていうものが、えっと、そのまま辺境で死なずに。それが全体にとって変わるという。まあ、そのポイントは何なのかということで。例えば、先ほど、あの、広島県での、あの。まあ。 H 学園なんかはですね本当に素晴らしいと、まあ、私も何度も行かせてもらってますしただまだ広島県の例えば公立高校全部いろいろ回らせてもらってますけどそののイノベーションまだ他の公立高校に展開してないとでもしかしたらこの間だとこのままここだけが良くなるで終わってしまうかもしれないものを多分次これどう展開して全県のインパクトにするのかっていうのは多分あのテーマに出て なってくると思うんで,でこれあらゆる分野で起きているんだと思うんです今日のの福岡市の取り組みも素晴らしいでもこれ本当にこれを全国だとかに展開するって一体何が必要なのかっていうところでお考えあればはい,是非います、はい、ありがとうございますじゃあまず深井さんにはい、はい、今自分自身が出雲でちょっとやり始めてるんですけれども、えー、っと実際にあのそういうことを考えてる人とその若い人が会うで そういう存在を知ってもらうっていうのが一番強いと思ってます。なんかその、見るだけで感化される人とか、えっ、ー、と、理解する人はもうすると思うんですよね。それは100人のうちの1人かもしれないんだけど、その100人のうちの1人が普通にその社会を変えたりとか平気で起こるんで、なんかそういう形でまず接点を作るっていうのがすごい重要だと思っていて、まあ、今の社会って何でもかんでも本当に全部専門性を追求するから、全部分断していくっていうのが、 この100年150年間ぐらいの動きだったんですよで、あらゆるところでその弊害起こっていると思っていて横串通しまくるみたいなことをやるとす,すごい変わるというふうに個人的に思ってそれを実際やってますやり始めているはいありがとうございます、はい、あと返協をもう少し面にするには あはい、えっ、ー、と、返教、えっ、ー、とですね、まず、その自分の意見の前にフ、ファクトベースで自分が認識している限りの歴史で言うとどうなる、どういう現象でそれが移り変わっていくかっていうと、えっ、ー、と、中央が死にます、まず。要は弱くなっちゃう。だからギリシャとローマで言ったら、ギリシャが勝手に弱くなるんですよ。そ,そうすると、どっかのタイミングで意き地を超えて、ローマの方が強いみたいな状態になっていくっていうのが、自然と起こる。これはでも、時間がかかる話なんですよね。で、オスマン取ることは、 えとイスラムだとアッバース朝とかが弱くなっていって代わりにトルコが強くなっていくみたいな感じであの構造的欠陥を持っっている地方が勝手に弱くなっちゃうそうすると成功事例を抱えている地方みたいなのがその成功事例をもって、えー、強くなっていくっていうのが、えー、っとほっとったら起こるだろうなと思うんですけどそこまで我々が待てるか問題があると思うので。 それをめっちゃ早く起こすみたいなのが多分重要だと思っていて、ただその中,中央が弱くなるの。早く起こしちゃダメなんで、<laughs> ね、地方の成功事例みたいなのを、やっぱりそのセンセーショナルに言うっていうことだが、まあシンプルに重要なんだろうなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。だから地方の方、頑張っていくことによって。 ゆゆっくりとゆっくくりりとと中央がいんで,、ね、でもなんか、はい、いろんな首長さんがそのように考えて頑張ってらっしゃるっていうふうに認識してるんですけどそれをちゃんとやっていくってことだろうなと、はい、ありがとうございまさあ他に <laughs>、はい、1、2ここの前とお後ろのお一人,、はい、お二人あこっちも岩瀬さんもいる。 じゃあ、ここの前の二列目の方と後ろの方。はい。あ、えっ、ー、と、あの、いちご農家をやっている岩佐と申します。よろしくお願いします。あの、深井さんに一応質問なんですけど、今、あの、大学でも教えていて、その、まあ。大学生を中心とするその世代の人たちって、その、山っけがないんですよね。うん、つまり、その、V. C. からこれだけ金を調達するとか、こう、これはエグジットした、らこれからい儲かるっていう、その、山っけで動かない。で、どっちかともソーシャルインパクトで動くっていう世代が、ものすごく多くなって。っ できている中でそのいわゆるこうあの株式会社いわゆるこう資本市場の競争原理で世の中を良くしていこうっていうことがちょっと逆に弱くなりつつあるんじゃないかと思ったんですけどもその辺考えたいですはいあと真ん中ですかはいどうぞあのいいよ瀬戸内で今会長をやらせてもらってます経営者団体のあの野田と申しますあのいいよ瀬戸内今そういう 強力なプログラムやってまして、あの、グローバルアクセラレータープログラムっていうやつで、1億円未満の企業家たちを集めて、で、これグローバル平均で平均28ヶ月で1億円を突破させていってるんですよ。で、そうやって株式会社でどん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 若い地を今、生み出そうというふうにやってます。で、やっぱその株式会社を変えるっていうところで、その株式会社だけじゃなくて、そのトックみたいなのが、 なんかその瀬戸内エリア内でもっともっとできてくるとそれがさらにあのまあメガベンチャーを生んでくるんじゃないかなと思ってましてぜひ大臣やあのよやすさんゆうたかさんになんかそのトークみたいなテーマで何か少しアイディアだったりお考えあれば教えてくださいお願いいたします、はい、ありがとうございますもう一方はいあのまあ勝信さんと深井さん中心に聞いてみたいんですけどまあその財源論の話とかっていうのってまあ例えば今でこういきなりクラウドファンディングでこうじゃ百兆円調達するってなかなか難しいんですよねで なぜ税が強いかというと税って結局武力で取るからじゃないですかで武力を民主主義でガバナンスしてるから今、票が強いわけですよね。としたときにその武力に代わる強制力を持ってそ,のそれだけその公的なものとか新しいものを作るためにこう投資していくその,その強制力っていうのは何なのか消費者の感情なのか何なのかっていう話と、ま、た逆を言うと深井さんが言ってうる話っていうのはどうやって速くするか歴史上何が早くしてきたこれも同じく武力ですと。 つまり弱くなってきたやつは早めにしまっていくためにこうもう襲っちゃって全滅させて国を変えますという話になってくるのでまあここら辺の,その武力に代わる新しい時代をこう作っていくための根拠っいうのは何なのかっていうのを,これをぜひ知りたいいですはい、ありがとうございます3ついただきましたで残りの時間があと6分なのでお一人ずつ答えたいことに答えながら、えー、最後、宣言をしていただきたいなと思っているんですけれども <laughs> じゃあ湯崎さんからお願いします。 特区、はい、の,のお話があったんですけど、あのまあ、広島県特区になっていて、まあ、そういう意味ではこう、やろうと思ったことは何でもできるようになっているんですね。で、ただそれで、あの我々も、じゃ特区で何かこういう規制をこう変えたいっていうのがあったら、言ってよっていうとです、ね、上がってこないっていう課題があるんで。 それはもうぜひですねあったら言ってきていただきたいですしそれは頑張っていきたいと思いますであの、まあ、最後何がまあ言うべきかっていうことなんですけどもまあ本当にあのこうちょっとですねそのまあこれ言うとまたあんまり批判的になっちゃうってあれなんですけどもあの地方がこう弱ってるからなんかこうなんとかしなきゃいけないみたいな 雰囲気がまああこれもちょっっとやっぱりあるんですよねでもそうじゃなくて国を作ってるのはやっぱり一つ一つの地域であって東京も地域なわけですよね一つのね。でそれが組み合わさって国があると。でさっきの「あの偏京、まあ、から」っていう話もありますけどもその一つの どこに依存してると、まあそれが弱ると全部が弱るっていうことになるんで、まあ地,方地,地域、それぞれの地域がやっぱり元気になるっていうことが実は国全体を強くしていくんだと。つまり国全体を強くしていくために地域を強くしていくっていう、そういうことが本当の私はあのテーマだと思うんですね。なので、あのー、ぜひね、こう、まあ地域にいる我々は、 あの日本地域を強くするということはもちろんですけどもこれは日本を強くするために我々は頑張るんだという意識を持っていただきたいですし、まあ、国の方には、ね、あのかわいそうだから何かしてやろうということではなくてあの、まあ、強い国を作るために地域を強くしていくというです、ね、そういうスタンスでこう進められると、まあ、すごくいいかなといいう,うに思ってますはいはい、ありがとうございます。 国を見た視点ではい。じゃあ深井さんお願いします。はい、じゃあまず質問に答えソーシャル弱くなってる議論とか、はい、そうですよね。ソーシャルインパクト系にモチベーションが寄ってる結果、あのその山っ気がなくなってるって話ですよね。えっ、ー、と僕それですごくいい傾向だというふうに思ってまして。要はそのモチベーションモデルが。 えーとどういういいモデルになっていて何のために頑張るのかっていうモデルがそのソーシャルインパクト側とかそそのソーシャルの問題の課題解決の方に寄ってるっていうこと自体がさっきの何て言うか僕が言った国民国家から株式会社の台頭で今まで株式会社がやらなくてよかったはずの仕事を取ることの減少理由の一つだと思って。 思ってるんですよでその人たちがまさに次世代、えー、と本来であれば福祉領域でやるべきであったこととかっていうのをどん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 取っていくっていう現象が起こっていくその短所になってると思うのでそれ自体がめっちゃいい傾向のことでありでそうすると結局じゃあ、S、そのめちゃくちゃキャピタルギーニあるから頑張るみたいな株式会社の形みたいなのがモチベーションモデルに沿ってないよねって話になってくるんで。 じゃあそれってどういう器だったらもっと最適なのかっていう議論は法制度レベルで本来はやった方がいいだろうなと思ってるっていうのがさっきの話、はい、あと30秒で武力に代わる強制力はない、えー、ねこれはあ,のあれですよ、えー、と一応近代国家は社会契約論に基づいて作ってあると僕理解しているので武力で言うことを聞かせてるわけじゃないはずなんですね。社会契約のはず <laughs> 手前のね。はい、<laughs> あの、なんですけど、えっ、ー、と、どうやったら早まるかですよね。あの、僕、これ、ちょ、楽観、ここ、すごい楽観的なんだけど、あの、もう、その、全体的に、えっ、ー、と、構造変換の時代を迎えているんで、嫌顔でも、この後、ものすごい速さで進んでいくであろうと思ってるんですよ。そこだけすごい。僕、楽観的で、そこの木を逃さずに、ちゃんと決断するっていうことをやった人たちが変わって。 決断しなかった人たちがまあある意味淘汰されるとは思うんで、それで入れ替わるっていうのを淡々ともう本当淡々とやるっていうのが個人的な大事だと思っております。はい、ありがとうございます。はいはい、そしてあの宣言はこれからも高校生たちと交流していくって話です、ね。あ、そうですね。はい、じゃあ頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、さあでは加藤大臣お願いします。はい、あのさっき言った武力税金の話でありますけれども、これはある意味ではですねあの今ふるさと納税ってあるじゃないですか。あるいは寄付寄付 これっててつ穴が開いてる部分であの本来の徴税力をそちらにそれぞれ個人の意思で振り返ることができるこれが1つとそれからもう1つやっぱりいろいろ進める中で公が1出して民間から9集めるみたいなって公が1を出すことによって民間から集まりやすくなってきてるこういうのもあると思うんでそれはそういった組み合わせをしながらやっぱりお金がなければできませんからどうお金をどう集めていくのか。 で税でどんどん集めて税はなかなか上げられませんので,です、ね、やはりかなり限界にも来ていると思いますからそこをどううまくやっていくのかそれからもう1つさっき言われたそのええ辺境のものをどう広げていくのかって確かどなたかおっしゃったでこのポイントはよく我々も好、ね、事例の横展開って必ず使うんだけどこれは同じ事例は横展開しませんよね。 やっぱりそこにプレイヤーがいてその社会の文化違うからで横展開するのはそのある意味ではスピリチュアルなものこれが横展開していくということだと思うのでやっぱりそういった意味でこの国の強ささっき湯崎さんも言われたけど均一になっちゃいけなくてやっぱりモザイク的に作りながら例えば出雲はこうだ。 君、ね、がどうだ大和はどうだっていうそれぞれの中で歴史的に言えばどこか強くなるかもしれないけどしかしそれによって日本という国家が維持できてきている、まあ、そういった意味でちょっと最後に言いたいことはやっぱり一人一人の思いをどう押し上げていけるかやっぱり組織の中じゃなくて一人一人の思いをどう 作りや、あの、実現できるか。まあ、ここが非常に大事であり。最初に申し上げた付加価値を上げるポイントは、私はそこにあるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。この多様な中国四国。なんか歴史話してって言ったら、中国四国あまりにも多様すぎて、一言で喋れませんっておっしゃったのは。はこれは日本の縮図でもあると思うし、世界の縮図でもある。あらゆるものを否定ではなくて。受け止めて、矛盾を恥じしながら、どうやってポジティブな未来をみんなで作っていくか。 このことを教えていただいた気がします。素晴らしいお話をいただいた皆様に大きな拍手をいただければと思います。拍手